1978年の阪神タイガースでは、1978年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、後藤つぐが1969年以来、二度目の監督を一年だけ務めたシーズンである。前年 B クラス転落の責任を取り吉田義雄が辞任したことを受け、後藤都合が9年ぶりに監督復帰。さらにファンサービスの一環として、 日本球界初のチアリーディングチームが結成された。マイクラインバックが故障で出遅れたチームは開幕戦で、江本武則が巨人の大佐田春に満塁本塁打を浴びて敗れたものの、その後は勝率5割近くで踏ん張り、4月末にラインバックが復帰し5月反抗が期待された矢先、5月6日に前年37本塁打の春ブリーデンが故障で離脱すると、 チーム記録の9連敗をキスするなどして、5月25日に単独再開に転落して、以降、二度と上がることはなかった。打撃陣では、掛布正幸が初めて30本塁打の大台に乗せ、9月からは田淵光一に代わり4番を任された。また藤田平が、当時の日本記録となる208打席連続、無三振を記録したが、ブリーデンの抜けた打線は、チーム打率リーグ5位。 チーム本塁打数も50本近く減少した。さらに、投手陣も山本和幸の先発転向を受けて抑え、投手不在となり、後藤監督の全員リリーフ、全員先発という起用方針が裏目に出て、江本が11勝11セーブ、防御率リーグ2位と古墳奮闘したが、チーム防御率はリーグ最下位に転落した。これまでセリーグで、 唯一再会がなかったチームは、当時の球団ワーストとなる勝率。339で5位中日に9.5ゲーム差をつけられ初の再会となり後藤はまたも1年で辞任。シアリーディングチームも演技が悪いと1年で解散となり2014年まで復活しなかった。シーズン終了後、長年チームの顔として活躍した田淵と、古沢健二が新球団西部に放出され、チームは、 変革期を迎えることになる。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。日付の後のは、ダブルヘッダー第1試合は、ダブルヘッダー第2試合色付きは規定投球回数以上の選手。ありがとうございます。